日テレ幹部、滝沢氏、戸べ所属タレントの起用は報告できることはございません。日本テレビの社長定例会見が行われ、滝沢秀明氏が設立した新会社、戸べについての話題が取り上げられました。この会社には三宅県、平野市用、神宮寺雄太に加え、ジャニーズ JR、 の7人組、イムパクト ORS のメンバーも所属していることが明らかにされました。日本テレビの福田博之専務は、ジャニーズグループ、キンプリの平野志耀さんと神宮寺ゆ太たさんが、これまでキンプリの冠番組だけでなく、日本テレビの番組でも頑張ってきたことを認め、とべに所属する彼らにも、今後の活躍を期待していると述べました。 その後、報道陣からは、飛べ、所属タレントの今後の同局番組への起用について質問が投げかけられました。しかし、福田専務は現時点では具体的な報告をすることはできないとし、今は報告できることがない、と回答しました。これは、新しい事務所に所属したタレントたちが今後どのような番組に出演するかは未定であることを意味しているようです。 また、福田専務は今月スタートしたキンプリの新番組筋トレについても言及しました。この番組に対しては我々の期待をさらに上回る好調なスタートと手応えを感じており熱量高く頑張っている。心配していないと語っています。これは新しい番組が視聴者から好評を博していることを示すコメントです。 さらに今後の日本テレビの戦略についても触れられることが期待されます。日本テレビは視聴率を維持向上させるために新しい才能や人気タレントを積極的に起用してきました。これまでにも多くの若手俳優やアイドルが同局の番組に出演し一役人気者となった例は少なくありません。そのため 新しい事務所に所属するタレントたちにとっても、日本テレビの番組出演は大きなチャンスと言えるでしょう。とべ、所属タレントたちの今後の活躍には目が離せません。彼らがどのような番組に出演し、どのような演技やパフォーマンスを披露してくれるのか、ファンたちの期待は高まるばかりです。 一方で、日本テレビとしても、視聴者にとって魅力的なコンテンツを提供し続けることが求められるでしょう。新しい才能の発掘や育成に力を入れる日本テレビの姿勢は、今後も変わることはないと考えられます。若手タレントたちの活躍を見守りながら、視聴者に感動や笑いを届ける番組作りが進められることでしょう。 そして、キンプリをはじめとする人気グループの活躍も引き続き注目を集めることでしょう。日本テレビは、これからも多彩なコンテンツを提供し、視聴者の心に残る番組を制作していくことが期待されます。そして、新しいタレントたちが次々と排出される中で、テレビ業界の未来にも新たな可能性が広がることでしょう。 ますます盛り上がるテレビ業界の動向に注目です。